フリースポットが利用できるところの表示競技の意味においてフリースポットとはフリースポット競技会により定義された無線 LAN アクセスポイントを設置した公共空間及びそれを使った公衆無線 LAN の一種であるアクセスポイントごとに設置者はそれぞれ異なり電気通信事業者ではないことがほとんどのため厳密にはインターネットサービスプロバイダーではない無線欄として 事実上の標準である i e e 8 0 2 1 1 b ットを使ったサービスであるが、最近は IEE802.11g11n を使用したものが普及している。料金などの利用条件は設置者に任されているが、ほとんどの場合は無料である。また、他の一般的な公衆無線インターネットサービスと異なり、暗号化やアクセス制限は行っておらず、契約も不要で、 ESSID の設定のみで利用できる。認証の有効期限は最大6ヶ月。最終利用日から6ヶ月経過すると自動的に登録が無効になる。そのため他の多くのワイヤレスインターネット接続サービスが有料なのに対し、月額料金などを契約するほどインターネットを利用しない、あるいは旅行先で一時的に利用するだけのユーザー、ウェブブラウザによる ユーザー認証に対応できないゲーム機などでも利用しやすいサービスとなっている。また、セキュリティ面においては、アクセスポイントに接続された無線クライアント PC 間の通信を禁止する PS 機能が搭載されている。機器メーカーである株式会社バッファローが提唱したため、フリースポット協議会の主幹事会社も同社である。しかし、同社の機器を使用しなければいけないというわけではなく、無料で、 アクセスできるアクセスポイントを開設するだけで誰でもフリースポットに登録することができる。また、この協議会は開始当初普及を促進するためにアクセスポイント用の機器を公共機関、自治体を通じ無料配布を行った。これにより図書館、観光案内所、駅などのフリースポットを整備する自治体も少なくない。ただし、機器の設置希望者が ホテルや旅館などの宿泊施設に集中しがちである。ありがとうございます。